1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は3。第23回から第39回は4。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数43万9175人。投票率81.85%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数42万6358人。投票率82.98%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、416,683人、投票率 85.、85.08%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数40、409,457人、投票率 81.、81.51%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、39万9763人、投票率 86.、86.01%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、39万8035人、投票率 86.、86.91%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日。 執行当日有権者数、39万1608人、投票率 88.、88.12%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、38万1386人、投票率 86.、86.42%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 372,298人、投票率 87.、87.75%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数35、352。596人投票率 88.、88.35%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 349,996人。投票率 87.、87.41%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、3 4百6 3 1人。投票率 87.、87.89%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、332,146人。 投票率 88.、88.18%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、325,729人、投票率 87.、87.05%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、322,105人、投票率、 85.70%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数。33万1227人。投票率 85.。85.43%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。31万4467人。投票率。 84.15%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数318,774人、投票率67.94%。ありがとうございます。